どうも皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、ビーズでございます。で本日はですね、ヒルドバトルやっていきましょう。で今回のマシさんは、こちらですね、QP さんですね。もしかしたら前回上げてるギルドバトルの動画も、クイーンオブポーラーさんかもわからないんですけども、今週の初め で、もともとクイーンオブポーラーさんにいない方、いらっしゃなかった方で、最近 QP に行かれた方で、かつ、あれですね、フレンドでもあり、そして、オフ会にも参加していただいたですね、方がいらっしゃって、でそちらの方が叩いてくださいというオーダーをいただいているので、今回は、同じ大橋さんになってしまうかもわからないんですけども、取らせていただこうと思っております。ではやっていきましょう。では1戦目やっていこうと思います。まずはですね、全体ゲージ見回したときにこういう形になっております。でこちらの方は、まあ、フレンドの方で、また次回叩いてくださいというふうに、名前変わってて、もともとロックオンさんって方なんですけど、名前が変わってまして、でまた次回叩いてくれというふうに言われてるんですが、ただ前回出した動画でも叩かせていただいてるんで、ちょっと今回はゲージも減っちゃってるんで、ちょっとパスさせていただきます。はい、まずはですね、こちらの方でいこうかなと思います。はい、で1戦目はですね、最近まあギルメンにも教えてもらったですね、クムヌは、私のクムヌはですね、一切スキルは上がってないです。一切スキルは上がってなくて、こんな形の対戦力のクムヌなんですけども、まあ、こちらにですね、ジルタンを入れたパーティー、これでまあ勝てるよっていうことを聞いててですね、で1回だけ別の方の同じ編成、同じワイスタンでですね、試させていただいたんですけど、前線できてたので、ちょっと今回もこれでやっていこうというふうに考えてます。はい、2戦目はですね、まあ、水パンがいるので、ただアルタ見ると、あの水イフがいるので、正直ですね、テサリンを使いたくなってくるんですが、ただちょっと水パン開いたとき、ちょっと部が悪いので、これにしていこうと思います。はい、これでお願いします。まあ、1戦目はですね、多分いけるかなとは思うんですけど、どうかな。自分もちょっとこの編成相手にですね、ぶつけるの、このパーティーをぶつけるのは2回目なので、うまくいくのかな、今回も。どうなんでしょうね。モッサンしないんですね。これ枠の入って半分以上減ると思うんですよ、多分。半分以上減ると思うんですけど、おショット OK。まあまあ、大丈夫でしょう。多分大丈夫だと思います。多分ですね。で一回回復層が入れていきたいですね。おっと OK、回復層入りましたよと。うん。で、これでやったときに、セアラもアイリスも、セアラもアイリスも絨毯しか攻撃してこないので、どんどんこう、体力が減ってくると。で、まあ、セクメットじゃない、あ、バステットはね、別にいても大した火力ないんで、大丈夫だとは思います。で、回復阻害が、2匹いるので、クムヌと、ジュルタン回復阻害持ってるので、まあ、かなり有利に立ち回っていける。あ、マジか。阻害入れてほしい。あ、阻害入んないか。阻害入んないとちょっと危ないですね。阻害入んないと困るんですけど、これジュルタン回復、あ、よかった。クムヌ回復さえちょっと困ってますね。困っちゃいますね。はい。で、ここは、しっかりですね、回復は、よし、回復は入りました。いいですね。おー、減りますね。ぐるぐる減ってくる。ぐるぐる減ってくる。です。アボンはこれで終わっていくと。うん、いいですね。安定感が非常にあります。この編成は、この大橋さんの編成はですね、普通にこう戦うとかなりいやらしいと思うんですけど、この組み合わせで、しかも自分の、クムヌは、先ほどお見せした通りですね、スキルレベルが1個も上がってないんですけど、1個も上がってないのにかなり安定して戦えていることが、お分かりいただけるかなと思います。うん、なので、相当いいんじゃないでしょうか。相当いいと思いますね。よいしょ、あ、いいですね。組むのやっぱ火力出ますよね。このスキル2がすごい火力出ますね。であとはオートでいいかな。いいですね。このパーティーはちょっと誰が最初に発見されたのかはちょっと自分は存じ上げないんですけど、相当強いですね、このパーティー。この大橋さんに関しては、対しては相当強いと思います。ジュルタンは、自分のジュルタンはですね、かなり適当なので、正直かなり適当なので、なんで、まあ、ルーン解除日が来ますよね。ね、年明けに確か来ると思うんで、その時にちゃんとしたルーンをですね、もうちょっとつけてあげたいかなと、抵抗をもうちょっと上げてあげたいかなというふうに思ってます。ここで勝手に自害してくれるので、勝手に消えてった。でこっちですかね。どっちかしたらこっちの方が怖いかな。で、ここで、あー、これちょっと落ちないな、多分落ちないですね。あ、落ちない。あー、ギリギリ落ちないですね。痛い。あー、でも大丈夫ですね。ベラードがフォローしますよと。素晴らしい。うん、
バードルフ強いですね。なんかアドルフ、まあこの、おっと痛い、なんだっけ、そう、まあこの水パン相手にアドルフを使うっていうのは、まあ別に自分が発明というか、おっと食らっていく、自分が発見したわけじゃないんであれなんですけど、ああちょっと残るな、これは叩いちゃった方がいいかな。アドルフは落ちちゃうと思うんですけど、まあしょうがないね、まあ十分やってくれたんでいいでしょう。まあ、自分が発見したわけじゃないんですけど、ただね相当安定感ありますね、やっぱり。でまあその一部のご意見で、なんだろうな、まあアドルフもね結局水パンに暴走スキルにスキル3を打たなかったりとか、初手打たなかったりとか、あとはまあ暴走されたりしたらまあ勝てないんじゃねえのみたいな話を聞くんですけど、まあ、それはね正直自分が思うにはですよ、自分が思うにはそれは別にね、もう何が起きてもというか、絶対勝てるなんてパーティーはないと思うんですよね。上からもう圧倒的な火力でもう叩き潰すようなパーティーじゃない限り、絶対安定して勝てるパーティーはないと思うんですよ。うん、でもまあ絶望とか暴走とかっていうのはこのゲームにはそういう不確定要素があるじゃないですか。だからその不確定要素が発動した際にはまあ別にアドルフじゃなくても何でもそうなんですけど、何でもそうだと思うんですけど、例えば水イフ相手のじゃあ水パンじゃなくて水イフが暴走したらどうするのとか、そういう話になってくると思うんで、絶対勝てるなんてパーティーはないと思うんですよね、上から叩かない限りは。つまり受けていくパーティーを使う限りは絶対安定して勝てるなんてものはないと自分は思ってます。自分はね、まあそうじゃないだろうっていう意見もあるかもわからないんですけど、自分はそういうふうに思ってますね。まあそこも自分が思うには、そこもまあサマナーズウォーの、面白いところだなとは思うんですけどね、うん、不確定要素があるのも面白いと思います。はい、ただ1戦目はなんとか取れました。アドルフが落ちてしまいましたが、はい、ゆっくりお休みください。ありがとうございました。で2戦目いきましょうか。2戦目はこちらの方ですね、お願いしようと思います。1戦目は、まああれですね、あれですなんだ、テサリオン使っていきます。いや、テサリオン、まあ、いいか、テサリオン使ってきますね。テサリオン使っていって、あとクリーピーですね。これでいいんじゃないかな。これどうしようかね。どうでしょうかね、これで。うまいこと言っていければいいかなとは思うんですけど、うん。まあ、これやってみましょうか。で、抵抗リーダーでいいかな。縦割りとか回復阻害とか、剥がしとかいやらしいものがあるので、デバフがあるので、今回は抵抗リーダーでやっていこうと思います。はい。2戦目ですね。2戦目もどうしようかなところなんですけど、今回ちょっと新顔を出していこうかなと思っておりますよというところで、まずはですね、まずは相手の攻撃を耐えつつみたいな話にしたいので、速攻パーティーは自分はあまり作れないのでチャンドラを出していこうと思います。チャンドラを出していこうと。あ、これリラスキないな、まあいいか。で、あとセント君ですね。デバフがやっぱ怖いので、リテッションのデバフが怖いので、セント君でいいかなと。いいかな、大丈夫かな、セント君大丈夫かな、これ。ちょっと心配だな、セント君しようと思ったんですけど、ちょっと心配になってきましたね。うん、まあいいか、セント君してみましょうかな、かな、セント君してみましょうかな。どうしようかな、やめようかな、チャンドラをしてやめていくかな。チャンドラじゃなくて一回、こっちにしましょうか、ミハルにしましょう、ミハルギャンにしましょう。で、あともう一匹ラマゴスですね、新顔ラマゴスを使っていきます。はい、ラマゴスは最近作りました。自分は初期の方からサマナズをやってるんですけど、リリースぐらいからやってるんですけど、その時ラマゴスはま作ってなくて、その時めちゃくちゃ強かったんですよ、こいつ。今使ってなくて、で最近作りました。 S ラスはこういう感じです。体力はそんなに燃えてないんですけど、実はですね、ちょっと今考えてることがあって、まあ、この上にいるんですけど、ラマゴスの上にいるんですけど、この闇ウンギーンですね、この体力は低いけどの人ですね、これです。この人はあと紅葉の運をですね今めっちゃ積んでて、であと4番だけ来れば、戦えるので、こいつができた暁にはちょっと悪いことをしようかなと思ってます。はい悪いことをしようと思ってますなんで、まあ、お楽しみにしてくださいということで、これやってみましょう。お願いします。まあ、縦割り石とかついてないので、縦割りが飛んできてラマオス乗ってきて、それでですね、いい感じにこうフェルナ砲がギャオギャオ入ってきたら死んじゃうと思うんですけど、まあそうならないように、してもらいたいですね。はい、でここは水イフ入りいきましょう。 OK です。
オッケーです、オッケーです。で、一回ここやっちゃいましょう。で、もうこれで。おーし、入らないか。入らないか。まあ、しょうがないですね。入らないはしょうがない。一回、ここはこっちいいかな。ちょっとクルバックかけていきましょうか。行って痛いですね。痛い痛い。やめてほしい。で、剥がしていきつつ、やっぱクリーピー強いですよね。ほんとクリーピーとテサリオは最近めっちゃ強いなと思って、ようやく強さを分かり始めてきましたね。ようやく分かってきました。本当に強いこの忍者。今まで使ってなかったらもったいなかったです。よし、これで入っていくと。よし、これ別にバイター来ますけど、バイタライゼーションは来ますが、別に怖くないですね。もう風パンの攻撃で死んでいくので、全然怖くないです。で、そうしたらまあ、どっちかでもいいんですけど、縦割りついてるんで、こっちからやってみましょう。で、もうこれ倒しちゃいましょう。うん、全然大丈夫ですね。安定感ありますね。素晴らしい。で、クリーフィーも昔は、ドラゴン専用で作ってたというか、使ったので、そのルーンがね、石ついてなかったんですけど、石をつけてからものすごい使いやすくなりましたね。なんで、使う方は、ギルバットとか対人使う方は、石をつけることを強くお勧めします。お、やってこないね。いいですね。ここはどうしようかな。ここは一回2杯でもいいけど、自分でいいかな。とりあえず。一回縦箱を入れていきましょう。一回ペルナから先落としていきたいですね。で、これちょっと時間かかると思うんですけど、ラマゴスのやっぱり開始の一撃、あれを入れていきたいですね。こっちかな。大してダメージは出ないですけど。これがちょっと怖い。うん、ここでこれ入っちゃうけど、一回こっちですね。あ、マジか。これ入れてほしかったですね。ただ、セント君がいるんで、ここは安心できるよと。2杯でどんどん回していって、2杯の縦バフを切らさないようにしていきましょう。で、ラマゴスはまあ、皆さんもうご存知だと思うんですけど、スキル2にね、あれがあるんで、自分で縦入れられるんで、この辺がやっぱ心強いですね。で、あんまり減らしちゃうと、プラハが今度、スキル戻ってきちゃうんで、あんまり減らさないように体力調整したいんですけど、よいしょ、よいしょ、おー、大丈夫ですね。これで、ただ返しにしこじ倒せないから、まあ、いいかな。とりあえず殴っとくか。とりあえず殴っといて、瞑想来ましたね。瞑想来たらまあいいですね。で、どうしようかな。これしばらくちょっと終わんないな。ちょっと硬すぎるな。こっちのパーティーも硬すぎる。剥がしが嫌なんで、一回、プラハを、見ていきましょう。ラモゴス君ちょっと硬すぎるな。ちょっと硬すぎるな、君。硬すぎてちょっと、倒せないな、これ。硬すぎて倒せないパターンですね、これ。硬すぎるな、下のボスが。ちょっと硬いな。硬すぎるぞ、これは。もっとダメージを与えてくれ。もっと殴ってくれ、ラモゴスを。もっと殴って、頼むから。これはどうかな。そろそろ行くかな。まあ、抵抗されるか。どうだ。おぉ、来た。来ましたね。皆さん見ましたか、今。ラモゴスのスーパーパンチ。これがいいですね。もう今占領戦が来てるので、そこでね、ラモゴス君今ね、すごい期待してるんですよ。で、この間ラモゴス君がすごいいいことやってくれて、なんとね、お相手さんの順号なんですよ。確かパーティーは、確かですね、確か、記憶が若干あやふやなんですけど、その時のお相手さんのパーティーはですね、確か、まあ、風パンリーダーのバステトとプラハ、あ、違うな、水ユニコーンと、水のユニコーンとですね、水のユニコーンと、それに加えてプラハですね、その3匹という感じのお相手さんのパーティーだったんですよ。で、そこにですね、ラモゴス君をなんと、一人で突撃していって、そして勝ちました。はい。すごくないですか？そのちょっと動画を撮れなかったのが、もったいないというか、残念なところなんですけど。これどうだよ。よし、くれ！突撃じゃい！ほら！来たー。来ましたね、皆さん。これでもう、相手はもう勝てないですね。相手の勝ち目はゼロです。よし、やっと行ったな。やっと行ったよ、もう。長いよ。長い長い。はい、ただ、ラマゴスは活躍できたと思います。はい、ありがとうございました。はい、ということで3戦目、最終戦やっていこうと思います。はい。状況はまあこういう形でまだ緑ゲージいっぱいの方いらっしゃるんですけど、まあ、冒頭にもお話した通り、フレンドかつ、あれですね、
オフ会にも来ていただいた方がいらっしゃるので、こちらの方、を攻めさせていただこうと思います。はい。かなり強力なパーティーですね。かなり嫌です。1戦目は多分いけるかなっていう気がするんですけど、2戦目が怖いですね、これ。2戦目は怖いです。1戦目は多分いけるんじゃないかなと思うんですよ。でも、アドルフ先生が死んでしまったので、残念ながら、お亡くなりになってしまったので、今回はアドルフはいないんですが、まあ、フランケンで、トラクターで水パンダの攻撃、そして風パンダの攻撃を受けていくと。で、トラクターただ持たないと思うんで、そのトラクター先生を、しっかり蘇生してくれるエラドリエル先生をですね、入れていこうと思うんですが、エラドリエル先生が、コニタが、はい、入れていこうと思います。2戦目ですね。こっちがマジで怖いですね、これ。で、テサリオンがマジぶっ刺さるんで、テサリオン入れていきたいんですけど、このこいつがマジ鬼畜ですね、これ。本当に鬼畜、ド鬼畜モンスターですよ、これ。なんでちょっとね、不安しかないところではあるんですけど、ちょっと火力が足りるかわからないです。ただちょっとこれでやっていこうと思います。はい、火力が足りるか心配だな、これ。はい、お願いします。テサリオン、うちのはですね、あんまり攻撃を振ってないんですよね。ただ、クリラメには割と振ってて、なんで攻撃力はないんだけど、クリラメは多少あるみたいな、謎の構成してます。はい。で、ここはまずはライカからでいいかなと思うんですけど、まあ、で、水パンも怖いからな。水パンカードもいいんですけど、ライカから行きましょう。よし、いいです。いやー、それはうざいな。それはやばいですね。よし、こっちもスターさせていく。まあ、トラクター強いんで、そう簡単にはね、やらないと思うんですけど、まあ、防御力を下げられないのが本当に強いですね、これね。やばいですよね。まあ、これでライカ先生を押していくと。ライカは問題ないでしょう。で、このダブルパンダですね。ダブルパンダをどうして埋めていくかって話なんですけど、まあ、ここもトラクター先生がね、安定して受けてくれるので、まあ、そんなに心配ないです。このスタンだけはちょっと怖いですね。で、トラクター先生が仮にお亡くなりになってしまったとしても、エラドリエル先生が蘇生させてくれるので、まあこれはそんなに怖くないですね。個人的にはそんな怖くない。ただどっちかっていうと2戦目ですね。2戦目のあの顔怖いやつ、顔怖いあの光のおばさんみたいなやつちょっとひどいですけど、ひどいですけどね、ちょっとひどいんですけど、あいつが怖いですよね。あいつやばいっす。一回ね、なんかの時にもね、戦ったことがあるんですよ。確かギルバトだったと思うんですよ、その時も。その時はね、もう何もできずに負けた気がしますね。で、周り固めてるのが、クムヌと、水イフなので、テサリオンがぶっ刺さるんですけど、ただテサリオン、うちのテサリオンそんなに耐久ないので、水イフとかに暴れられるともう、まずいですよね。もうまずくて。なんで、その辺も心配ではあるんですけど、自分の手持ちだとちょっと上から叩くのは無理なので、今選んだ、構成でいくしかないかなというふうには思ってます。はい、ということで2戦目いきましょう。こっちですね。お、来なかったですね。ラッキー。ラッキーですね。ラッキーを生かしていきたいですね。で、水井が先に動いてほしいな。あ、ここ自分でもよかったな。よし、帰った。よし、戦闘に来るには大丈夫ですね。これでバッツンに行っていく。ラッキーですね。あいつ初手で、寝かせる攻撃やってこなかったんで。うん、OK です。大丈夫でしょう。てか、パッシブだから、寝かせ、抵抗したのかな？テサリオンリーダーでやっぱ抵抗したのかな？ちゃんと見てなかったな。そういうことだったのかな？うん、OK です。水イフにもう一回入ったんで、これでかいですね。で、ここテサリオンにガンガン回していって、テサリオンでこいつも封じていきましょう。あとパッシブもいいですね。テサリオンいいぞ。よいしょ、痛いけど大丈夫と。とりあえず大丈夫、まだ大丈夫ですね。ベラードフォーサスを決めたいですね。痛い。おい、反撃。よし、これでベラードフォーガッツリ決めて、押していくと。押していくよと。問題ないですね。やっぱり強いですね。テサリオンが本当に強い。こいつは本当に強いですね。やばいです。はい、ということで勝てました。なんと勝てました。運勝ち、まあ運によるとこもちょっとあったと思いますね。はい、ということで、モンドジフェンさんありがとうございました。またオフ会でお会いしましょう。はい。ということで、今回はですね、なんとか参戦取ることができたかなと。まあ最終戦に関してはちょっと運が良かったところもあると思うんですけど、そこもあると思うんですけどね、正直。
まあ、テサリオンリーダーにしてたので抵抗できたのも、まあ、あったのかなとは思います。でラマゴスだけ一応軽く紹介をしておきます。運はまあこういう感じですね。元気吸血ですね。まあ人によっては暴走とかにしてる方もいらっしゃると思うんですけど、本当にね、占領戦が来てからっていうのもあるんですけど、ものすごく頼りになりません、ね、ラマゴスは、うん。で、さっきちらっとお話ししましたが、こいつですね、ヒラシャー。こいつはもう、あれですね、スキルも何も上がってなくて、上げる気もないです、そもそも。上げる気もないです。でルーンは一応こういう感じで、まあそこそこいいルーンは避けているのかなと思うんですけど、あと4番のルーンだけ全然出ないんですよ。出ればそれを刺してちょっと悪いことしたいんですよね。悪いことして体力低いけど蘇生っていうところを生かしてですね、悪いことしていきたい。であと取ればもう最近ルーンつけたので、うん、まあこういう感じですね。かなり攻撃力に振ってます。クリスも90確保できてて、吸血ですね、吸血加法、まあスタンダードな取ればだとは思います。トレバー先生と、そしてレオですね。レオも、悪いことできるキャラクターだと思うんで、この辺をですね、このティラシアを起点にして、面白いことできたらいいなと、勝手に思ってます。はい。勝手にこれは発見して、勝手に、やろうとしてるんですけど、ただ、ギルメンの人が言うには、ギルメンの方が言うにはですね、なかなか成功しづらいコンボだっていうふうには聞いてるので、まあ、その辺もちょっと含めて、ちょっとチャレンジというか、検証していきたらいいかなというふうに考えております。なので、まあ、ティラシャの4番ルーンが出た時にはやっていこうと思いますが、でなかなか出ないのでそこはお待ちください。はい、ではまたお会いしましょう。よろしければ、チャンネル登録なりコメントなり、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではおやすみなさい。バイバイ。